まあじゃあ、えー、使わせていただきます <laughs>、えー、時刻は9時半を回りました嘘のような本当の間の時間です皆様おはようございますさあ、えー、今ですね実はもうフライングでおしゃべりになりましたが <laughs>、えー、今日もですね先週に引き続きこの方々がゲストに来てくれておりますそれでは、えー、お待たせしました自己紹介お願いします、はいえー、60年前のアイドル ジャッキー・ヨシカワとブルーコミュニティのメンバーです、えー、ボーカル・ギタリスト・美原綱なでございますよろしくお願いいたしますはい、いよろしくお願いします、はい、そして、妻のケイ・アンナですどうぞよろしくお願いします,しいしますはい、えー、そしてレギュラーの、えー、WO イースト株式会社ですか はい、えー、北条です。いつもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ます北条社長ももちろん来てくれました。よろしくお願いします。はい、はいえー、先週もですね、いろいろと聞いたんですが、そのドクタースイストと出会って、はいはい、その前にやっぱいろいろとそのえっ、ー、と割といろんな病気をされていた。北条、ね、結構ね、肺に水が溜まったりね、脳が悪くなったりね、<laughs> まあ も糖尿病悪いし、もあ、右糖尿病で、目が半分、<ー>右目が見えなくなって。はいはい。えー、結構大変な思いをしていたんですけど。まあ、そのためにね、うちの奥様、けいあんなが。まあ、いろんな、サプリメントを買ってきたり。うん、それから、器具、運動の器具とか、いろんなことを買ってくるんですよ。はい。その中に、この水素ガスがあったんですね。えー、まだ全くしもく信用できなかったんですけど。 この水ガスも何だかな何が何だか分かんないけどテーブルの上にポーンと置いてあって、うん、また変なもの買いやがってなんて思っていたんですけど <laughs> いやーこれが本当にこんなにいいものかと思って最近ずっと使ってます、えー、大変いいものでございますよありがとうございます本当にす素晴らしい <laughs> <え>本当に何か一言言ってください本当よかったですてにもで私はありがとうございます 前あの先週も言ったように朝早く起きて私1時間はすっているんですんあとはもうほとんどあの主人が、はい、それと水槽水位作って2人で飲んでます。だから 本当に二人にとっては、本当ミラクルですね。奇跡みたいなものでございます。やっぱりもう一本欲しいね。<laughs> <laughs> いやいや、だから私 <laughs> 業務用が欲しい。<laughs> あ業務用。<laughs> なんで業務用ってら。ら一緒に使えるもん。六十はいまあ、ししそうだけどね。はい。 はいえっ、ー、と包丁さんとの出会いはあの私の先輩で中来さんっていう、ねはい、方がおりまして私ヒロと呼んでいるんですけど、はい、中来さんはいはいがあのうちの会社にまず毛アナさんをお連れになって私どものねスタッフが、はい、あの説明をさせていただいてからのお付き合いをさせていただいております、はい、あそうですかでえっ、ー、とまあ毛アナさんが知った時に割ともその場で、はい 体感を得てえあのやっぱりもういち,いち早く体感したかったのでそれで説明,説明を聞いてる間にずっと吸ってたんですへえそしたらやっぱり30分ですね30分で1回終わるんですけどその時に目が明るく周りが明るくなってきたのとうん、うん、それからその朝はねまあ 朝すごく早く起きていろんなことやってたので、はい、ちょっとその時間帯でちょっと眠くなってくる時間、うん、全然眠くなくて「えー、いやこれすごいわ」っつ <laughs> ってもう一人友達も同じように、うんえー、30分吸って「いやーすごいわ計さんこれは」で二2人でも「もう今日買う」ということで買ったんですけど、うん、でいち早くつなぎさんにやっぱり体験してほしかったんだよね。うん えー、ロモモい,、ね、いやいや <laughs> 本当にとやこんなに素晴らしいもんだと僕思わなかったですよあ、ままあの昔は思ったらだっていつもさ23、はい、回使ったらもうやめちゃうんだから僕はどっちかというとうんう、ね、こんなに続いて毎日やってますものを。 三原さんはどんな子の感じだったんですか。初めてたはあのね、あの一ヶ月に検診が一回、一ヶ月に一回あるんですよ。で検診で採血していたみ、やったり。おと、おトイレ行っておしっこ取ったりやって。はいはい、その採血やった、その。表っていうのは先生が持ってて。はい、それは先生がその表を見ながら。はい、津波さん。悪いところ一つもないですよ。んなんかやってますかって言われて。 で実はこういうことやってますって言うんでその水素ガスの話を先生に言ったんですよ。で、はい、先生があ「それは素晴らしいことですよ」って言って。でもあのなんて言うんですかねこの1か月ぐらいで急に例えば重い病気が治るとかっていうのはなかなか考えにくいんですけどす、はいはいうん、すごく難しいいと思います <coughs>、ね、でもすっごくやっぱり早いですね。よくなったんですかそうですすかそう 本人も良くなっています。なですか。ちょっとあのなかなか本当のことだから血流が悪かったのが血流がすごく良くなったにね。どっかが必ず良くなってるんですよ。で足なんて臓三みたいにむくんでた。むくんでたものすごくそれがむくみ全然今むくまない。はい。すごくいい。 それでで本人自身もも気づいたんすすねだ周りりびっくりしてますこのやっぱりこの間コンサートやりましたんですけどその時に「えー、こんなに元気になってんの綱木さんと周りのミュージシャンがねそれで最後にこう立ってアンコールでギター弾いたらもう客席の皆様がみんな立ち上がってすごい知ってたからね綱木、ね、さんが。えー いいろろあったことを <laughs>、最初からねずっと座って一緒 <laughs>、はい、に座ってギター弾いて歌ってたんですよ最後のアンコールの2曲だけは俺絶対立ってギター弾くよって言ってで立ってギター弾いたそれをお客さんが見たからお客さんもびっくりしてお客さんもわーっと立ち上がってんみんなでも拍手すごかったですよだからああ立ってやってよかったなーと思ってねこれからもねうん これを長く続けて。そうです。そう。あ。元気なって。リハビリで足腰を強くしてください。あとね、リハビリだね。だだねはい、それだけですね。ねこれでいつもほぼっている。ドクターシーソンガスですよ。<laughs> はい。いや、本当そうですよ。<laughs> うん、すごい。こんな早くあれすですか。あります。あります。あの、いっぱいあります。そういう事例は。えー、あの、例えば再生不良性貧血の上野夏つちゃんとこの、はい、陽性の白血病の子ですけど。はい この子も一ヶ月で血液情報が全部正常に戻った。うわ素晴らしい。もう信じられないですね。七割死んじゃう病気ですから。そうですか。それがもう一ヶ月で正常値になって三ヶ月で寛解って先生から言われて。三ヶ月？はい。ええ。でもそれから一年経ってるんですが今めちゃくちゃ元気で走り回ってますから。おすごい。俺も俺も走り回りたいな。ねそうだね。そうだね。頑張ってよ。頑張ってよ。ぜひ。 ええーね、どんどん元気になっていただいて、ねね、い,いですね、まあ、いいことですよ。はい、で私自分の娘がはい、はい、あの子供を産んでそして橋本病発生したんです。橋本病、うん、それでやっぱり体がだるくなったりとかいろいろあったのでうん、うん、で私は娘にも 吸いなさいと言って今娘は吸い始めました、はい、だから娘の結果を聞くのが楽しみ <laughs> 橋本病もホルモン系になりますねだからあのきしっかり吸っていただくと血流が良くなればホルモンもちゃんと出てくるっていうことになるので、ね、だからもうでチラジンという薬を飲んでんですね、はい、い橋本病の方、うん、ほとんど飲んでると思うんです、うんうん だからららこれれもやめた,やめられたらいいなってマミみたいに薬を飲みたくないってうちの娘が言っているので、えー、何にしろ真面目に吸いなさいそれとあの息子が中3で受験ですからユラにも「あんたそわしてなさいよ」っつって <laughs> ユラの頭の中もすっきりするから <laughs> そしたら勉強猛烈できるからって言って「分かった」っつってだからその結果も今楽しみなんですよ。<laughs> あの右足左足例えば小指がちょっとおかしいとか親指がおかしいとかって、はい、両方ともなったんですよ血流が悪くてか3か月に1回はもうあのなんだっけカテーテルカテーテルやって血の循環をよくしながらやったんですけどここのとこ先生がねこれややるカテーテルやる必要ないなそう毎月行ってたのが いやもう今度二ヶ月で一遍でいいようもう一でいいだからもう今度来なくていいよって言うようになっちゃうねそうですね俺だけね血流がすごく良くなってますよあるなったんです、ね、でよ脳梗塞の先生はもう来なくていいですってで転換の薬もいやもう やめていいですって言ったからね。そうですね、うん。すごいですね。すですね。本当に。ね、じゃあ一旦シームナーもうちょい詳しく聞いていきたいと思います。す,すごいですよ皆さん。<laughs> いや本当にみんなにやってほしい、ね、こな。はい。うん。シームです。<laughs> 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 W.O.O.East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一はい嘘のような本当の話でございます、えー、今日はですね今日も スペシャルゲストブルークメブルーコメツの三原さん。はい三原三原です。よろしくお願いします。そして奥さんの、K、アさんケアンさん,ももん。です <laughs>、はい。よろしくお願いします。はい。芳丈さんももちろんいます。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、といろんなこのまあ三原さんが病気をして、はい、それがだいぶ良くなってきたということなんですが、はいはい、あのちょっと僕がびっくりしたのが糖糖尿も やっててあれって結構重いじゃないですか。うん、いろんな、それで片目が見えなくなってきて,はい、はい、て指足の指を切断したんですね。はいはい。投与って怖いですよ。怖いですよね。発熱<前>症がね、うんうん、必ずどっかに来るから。うん、でもその数値が結構良くなったということですね。 よくなって下がねノーマルねノーマルノーマルにええ。なぜかインスリンが出るようになるんですよ。はあ、不思議。だなう水臓の血流が戻るから、インスリンが出てるんだと思います血流がいいと、内臓がやっぱり普通の機能に戻ってくるのよ。あ、あ、そうか。おっしゃるとおりだと思うんすなるほど。です。 わかりました、先生。<laughs> ありがと。先生。<laughs> はい、でも、そうじゃないと説明がつかないんです。はい、そうでしょうね。えー、で、今、あの、まあ、あの、前ね、はいえー、ライブやって、すごい大盛況だった。はい、立って歌ったっておっしゃいましたが、はい、その。今も、こう、歩いては。いらっしゃるじゃないですか。はい。これはもう、どんどん。普通に、歩けるように、リハビリもしてる。本当だから、十歩、歩けたのが。 今20歩ぐらいでまあ疲れちゃうんですけど足が痛くなってうん、うん、でまあお腹も重いからもうあるんですけれどねだからそれが <laughs> それが、ね、皆さんに見えないから言っちゃいけなかったかしらででもそれがどん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 ね20歩30歩まあ私はうちから駅まで歩けるようになったらいいなと思うんですよ。タクシー代高いのでね <laughs> でまた仕事も コロナで全滅ダメでセルになっちゃってそれからああコロナ上がったもうこれから仕事しよったらもう倒れちゃったわけですよね。で仕事できない入退院がもう2年ぐらい続いて。 それで少しずつ今また仕事があのみんな見てあできるなつなきは結構仕事入ってるし仕事が少しずつ少しずつ入ってきてるんですすごいはいすごいですね沖縄もしたいね本当ですね沖縄でライブする日も近い気がしますねいいですね沖縄でやりたいなあむろちゃんみたいにコンベンションセンターでやりますか最高いいですねであの 桂アナさんの、はい、そのお友達にも結構座せているということですが、はいえー、もうほとんど友達大体いい年齢が私と私74なんですけど、はい、同じぐらいの人たちですけど、うん、まずあの体の痛みが取れた<ー>それと私が言ったように階段上るのがもう全然苦じゃなくなってきた。 が、ほとんどです。ええ。その。姉ちゃんが九十だからな。そう、だから、先週言ったんですけど。元気でさ。俺、元気。あ、本当に元気よ。本当に嫌な。負けてられないわよ。いや、すごいな。で、絶対ね、あの。北条先生が言ったように。やっぱり血流が良くなるっていうことは。やっぱり。 ゾウにも行くからはい、はい、良くなっていくんですよそれとやっぱり活性酸素を除去して自分の細胞を元気にして免疫力を上げるから、はい、ガン細胞が出てこれなくするんです<ー>私たちみんな持ってんですよガン細胞ってでも出る人出ない人どうして分かった人はノーベル賞ものだと思うんですけど <laughs> でも出なくするわけですよ <coughs> だからあの私の友達のまたその友達もあの吸ってるんですうん、うん、その友達がやっぱりがんがあって、はい、でこのがんに効くかしらって言ったからうん、うん、私絶対効くと思う,うん、うん、そしたら少しずつ小さくなってきてるんです、ね、<ー>だから先生が手術するのええこの間よりちょっと何センチ小さくなってきてるっていうのも あったんです。だから、まあ。ね、どのくらいで全部消え、てほしいんですけどね。そうですね。どうなるかわかんないんですけど、それもすごく期待してます。がんとか。はい。ンんとかって本当聞いたら。もう、なんかすごいね。だから。まだ、いろんな例が多分まだないので。でも。 出てくると思いますもっと吸う人が増えていただければれ、うんうん、もっともっとがんに対することもそうだね何か考えが変わっちゃうねこのまあがんっていうラジオにもお一人がんが消えちゃった人子宮がん卵巣がん胆嚢がん乳がん、うん、ステージ4の末期がんの方うわすごい全身がだったんですが約半年で全部消えて亡くなった<ー>しえこれは。 えー、ホーク太子さんん地元の方なんですけど、ねはい、で私の弟も肺がんも全部あの最後の最後はちょびっとなったんでちょんちょんと切って終わりましたけれども、うんうん、でもどうもその東大が私どもの機会で3年実験をしてくださったんですけど、はい、え体温が3 6六度8分を維持できるようになると。 自分の免疫力でがん細胞を潰してる水素が潰してるんじゃなくて自分の免疫力が強く働いて潰してるようで細胞が縮小ししてていいいくという特許を今出、うん、やっぱり免疫力がねやっぱり高めているっていうことはやっぱりハッピーホルモンというものを出さなきゃいけないの。ということをいつも元気でいて笑ってなきゃいけないのよだんだ 私たちみたいにさ <laughs> 漫才して笑ってばっかりいるじゃない。いやいいことですよね。<laughs> だから。ですよね。そういうことで免疫力が上がれば、それはやっぱり血の巡りも良くなきゃいけないでしょ。うやっぱり水素ガスなんですよ。なるほど。 そうすると体温上がりやすいですしあと炭酸水を合わせて飲むとこれ筑波大学が見つけてくれたんですが炭酸水と合わせて飲んでいただくと体温が上がりやすいってことも分かっているのでぜひんかこうコンビニで売ってるような強炭酸水85円とかのあれで構いませんので水イ吸いながらちょこっと飲んでガブガブ飲まなくていいのでつなぎさんはね焼酎終わってんのうちでお茶作ってるの。 なるほど。それで大それで OK です。作って毎晩毎晩それで炭酸と焼酎を割って飲んで。でも体温が上がりやすくなると思います。炭酸を飲むと。はい。それもあの結局糖尿も血液がドロドロになっているので、あの血流がどんどん早く動かすためには炭酸を入れるのもいいと思います。だ血をサラサラする薬ももしかしたらやめられるよ。一つね僕ちょっとここで話したいんだけど。はい。 これややってからやり出してから足右足左足がすごく冷たかったんですよ。はいはい。どうとぞ血流悪いってことです。悪いってことです。ね。はい。それがね最近あったかいの。えーいいですね。本当あったかいのだからそれが血流何を出ただから血流良くなってるからだからそういう菌も。何言ってるかわかんないけど。すごいですね。血がべて。 ね指まで行ってんですよ。だから本当にあの暖かくなったってのは素晴らしいことだちなみに三原さんは今どれぐらい吸ってるんですか。四時間くらいだね。四時間二時間二時間が三時間だな。ああ本当だと思うけどでもまあ少なくても二時間は毎日吸ってる。最低二時間って感じそうですか。二時間それでやっぱり。 この短期間でそうですねやっぱりあの血流が良くなってる時間が長いっていうのはすごくいいことなので、はい、なるほどすごいですねやっぱり話聞いてたらということで一旦 CM いきたいと思います頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社 電話番号ゼロ三三五二七二二一一はい嘘のような本当の話でございます今日はブルコメッツの三原さんとそして奥さんの、えー、K さんはいそして報じょさんもいますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあもう、えー、そろそろですねお時間も少なくなってきましたがなんと、はい、えっとこれはシングルそうですねオリジナルソングをそうです。 これはいつ発売1年ぐらい前かな。1年ぐらい前に。飲もうよ、友よ。うよよこれはですね、九州の熊本の人吉っていう町があるんですよ。その人吉が洪水氾濫して、熊川が氾濫してね、その人吉の町がいっぺんになくなっちゃったんですよ、流されて。でも 秀吉の人たちが「これじゃもう寂しいからもう一回ね町を作ろうよ」って言ってみんなでその「秀吉の町を今,今一生懸命作ってます、はい、また新しく」はい。その復興のための、まあ、チャリティーソングなんですけど、まあ、三原さん歌ってくださいって言うんでこの,のもとも「百トメを復興のために歌いました。 素晴らしい曲です、まあ、本人がね作詞作曲すればよかったんだけど、うん、でも人吉の人が作詞してあの、うん、ホテルの経営者なんです人吉、はい、の「鮎の,の,の里」という大きなホテル、うん、そこもすごかったんですね、うん、やっとあの営業できるようになったんですけど、はい、そして綱木さんの歌う時にバンドでドラムをやる方がえっ、ー、と。 中竹誠二さんがドラム彼も人よしの人の2人友達でなかせいちゃんが曲作ってそしてみっちゃんとあゆの里の社長が詩を作ってものすごい簡単で単純な詩なんですけどでも綱木さん歌うたびに泣いちゃうんですよやっぱり思い出してとってもいい曲なのでぜひお願いします。 思いが詰まっております。のもよともよということで、はい、これは普通にえっ、ー、と CD 変えるって感じですか、ね。買えます。でも今はもう CD 売ってるところないですよ。もう少ないですよね。YouTube でほとんどで買えな,な,、ね、ないんですよね。今。はいはいはい。でもねあのー、この復興支援となっておりますので。

はいえー、はい、さあそろそろお時間となってきましたがやっぱり今後この宮原さんが今から元気になっていくと思うんですけど、はいはい、またどんなことしたいかとかっていうのを聞いていいですか来年には全曲歌って歌ってギター弾きたいいい,、はい、いいですね、はい、全曲ね、はい、全曲もう椅子に座るんじゃなくて立ってギター弾いて歌いたいうん それが今自分の夢ですよ。うん、それに対して一生懸命頑張ってますから今リハブリしてはい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 なんとなく頑張っていってます <laughs> よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますってください,、ね、い,いはいはい <laughs> えっとけやのさんはいかがですかそば、はい、でえっ、ー、と三原さん見てあの本当に綱木さんは自分でねあの気づかないんですけどやっぱり ギターリストとして一つのレジェンドなんですよ、うん、本には全然思ってないんですけど <laughs> でもたくさんの人が本当にコンサートやるといろんんなメールとかかそれからお便りが来るんです、うん、でも,ものすごくみんながねもう生きる力がもうないでも綱木さん見たら私はもっともっと頑張んなきゃいけないだからみんなにこう生きる力それからやっぱりすごく愛をこもって歌ってるので 愛情も降り注いでいるので、うん、だから彼がやっぱり元気でいないといけないんですやっぱり自分のファンのためまあねみんなのためにこの愛を本当に注いでそしてみんなが元気になってくれるっていうことは本人が元気じゃなきゃいけないだからドクターシーソーガスなんですよです、ね、そこに答えはあります素晴らしい <laughs> ありがとうございますはい、本当にありがとうございます、うんはい さあ、えー、お時間となってきましたえっ、ー、と、嘘のような本当の輪でございますお嬢さん今日もすごくいいお話でしたね,ねすごいいい時間を一緒にさせていただ <laughs> いてありがとうございます本当にありがとうございます、はい、よろしくお願いしますはいありがとうございました,ましたそれではまた来週皆さんありがとうございましたありがとうございました